おはようございます。釣り子 TV です。こんなバズベイトを買ってきてみましたよ。エンジェルバズベイトっていうことで、王道バズベイトね。ウォーターランドって書いてありますけども、村田はじめさんのですね、ウォーターランドのバズベイトっていうことで、ちょっとね、気になっていたので買ってきてみました。早速ね、開封していきたいと思います。まずね、パッケージは、こんな感じで、裏に説明書きも書いてありますね。でカラーがブラックブルーということで、価格がですね1280円ね。ちょっとねこう大きめなパッケージ、大きめなボディだなーなんていう印象で、ちょっとこういう感じの小ぶりなね、一口サイズのバズベイトってねいっぱい持っていたんですけども、大きめでハイアピールなバズベイトなんか欲しいなと思ってね、例えばデプスのねヒュージバズベイトとかね、ああいったの大きなバズベイトこれいいなと思ったんですけど、今回はねこういう感じのねバズベイト買ってます。じゃあ早速開けていきたいと思います。基本に忠実なまでに作り上げた王道のバズベイトっていうことみたいですよ。はい、出てきました。あスカートとかこういう感じ。わー、このペラがちょっと触っただけでね、すんごい音奏でそうですけども、ちょっとはい、針も出てきて、まずね、なんだろう、このプロペラの感じがいいなー。で、ここのリベットはかしめられてるから、回転とかはしないで、で、すごいラフな感じで、そんで、キシミ音つんですかね、こうシャラシャラシキ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 っていう感じのいい感じのね音が出そう。あとパワフルに水をかき乱してくれそうね。ウォーターランドって入ってますけども、これシンプルだけどすごいいい感じですね。こういう感じなんだな。で針はね、これは村田はじめさんのモデルだからカルティバの針だと思うんですよね。このちょっと上が独特な感じでね、最近流行りのフッ素加工とかそういうことではないんですけども、昔から定評のあるですねカルティバのめっちゃ刺さりのいいですね針が装備されていて、でフックキーパー部はねこんな感じですね。でこのスカートがね簡単に交換できるよっていうね独特な、スカートが採用されてるみたいなんですけど、ここね別売りのパーツですぐにこうピッと取ってピッとつけて、すぐ釣りが開始できるっていうそういう感じの、やつがついているはずで、で裏に説明書きがあるのでちょっと見ていきますけども、エンジェルバズベイト、基本に忠実なまでに作り上げた王道バズベイト、バズベイトの命とも呼べる遠くからでも魚を呼べるビッグサウンド、直進安定性が高く狙い通りのトレースコースを引くことが可能、着水からの立ち上がりが速くスローに巻くことが可能、下部のワイヤーを、下方向に曲げることによりペラと、フックポイントの間を広げフッキング率を向上、ラバーは USA 特許取得済みのフレアスカートを採用っていうことですね。そんな説明書きがこの裏にびっしりと書かれていて、なるほど、ここを例えば広げたりして、さらにこのオフセットっていうかこうね下にここでカックンってなって下の方にこうボディがあるような印象なので、これによって、バイトした時のフッキング率が高いよっていうね、そこら辺がちょっと、他とは違うよっていうデザインですかね。通常だとここがストレートになっていて、もうちょっと上のところにこの
ボディーブがあって、でハリーがストレートにチッパーンって出てるっていうのが、バズベイトだと思うんですけども、ちょっと腹筋グ率を上げるためにここら辺の形状が独特だよっていうことみたいですね。まあそこら辺の工夫とかはねもちろんなんですけども、なんかね、まあこれは好みによるとは思うんですけど、非常にこのウォーターランドプロペラね、これバズベイトのこれのラフな感じと、あとシャラシャラした感じと、ここのねちょっと擦れることによって出る独特な、なんだろう、金切り音というかね、これがすごい好きな感じだなーって昔好きで使っていて、でまあちょっと廃盤になっちゃって今手に入らないね、お気に入りのバズベイトってのがあるんですけども、なんかね、10年前20年前とかね、もうそのバズベイトばっかりで釣っていて、まあなんか困った時はそのバズベイトを投げたらよく釣れるなーなんていう印象のねバズベイトがあったんですけども、確かベルズかどこかのだったんですけど、それのプロペラの大きさとか、ここのラフなこの回転とかの感じがねすごい、あ、なんか似ていて、これは釣れそうだなーなんていうことで、で出しどころとしてはまあ夏の大雨の時とかって印象はあるんですけども、あとはまあ11月ぐらいまで最後の最後まで釣れるトップウォーターっていうか水面で、釣れるルアーっていうとなんかバズベイトっていうイメージなので、まあ朝マズメとかはねもうだいぶ冷え込んじゃって当たりが出ない場合なんていうのもあるんですけども、比較的天気の、あ、今日暖かかったなみたいな日の夕方とかね、ひたすら霞水系の、まあ、護岸とかにこのねバズベイトってプロペラの方向によってこう偏って泳いでいったりするので、その護岸に寄ってく方にね投げて、でバコ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 って当てながらね、カポカポって感じでこうたまにキシャッキシャって感じで当てながら引いてくると、なんか護岸際で待機しているバスがたまらず夕まずめとかにガバーってね食いつくね、そんな使い方が有効なのがだいたい10月から11月ぐらいまで、まあ11月もね冷えるのが早いとね、まあ11月の中旬ぐらいまでって印象だったかなと思うんですけども、そんな時にねまた投げてみたいななんていうのと、あと2分の1っていう重さがあるんで、ちょっとね大ぶりなバズベイトですけども、まあもちろんダムの、岩盤沿いとかにね、的確に投げていく時も、軽すぎるバズベイトだとなかなかねコントロールまあ大変ですけど、2分の1って重さが確保されてるんで、しっかりと狙いのところに入れやすそうだななんていう風に思って、ちょっとねいろいろバズベイトコーナーね、見てたんですけども、これ買ったことないなって1個買ってみたいなと思ってね買ってみました。はい、まあどうだろうね、もうどんどん冷え込んできてますからね、なんとかね実況動画でこれで釣れたぜなんていうね、バズベイトで釣れるとやっぱりね気分上がりますからね、トップウォーターなんで、なんとかねやってみたいなと思いつつ、まあ釣れなかったらこのこうやってね家でプロペラ回して音を楽しもうかななんていう風に思っております。はい、というわけで、本日の釣りコー TV はこちら、村田はじめさんのですねウォーターランドのねエンジェルバズベイト、1280円、これをね買ってきてみたいなって、こういった動画でした。また会おうぜ。